はい、いちごちゃんでございます。今回はですね、車の対応のですね結果でございますかね、以前から何度かご紹介させていただきました対車に対してのね、まあ対応でしょうか。その対応の結果、まあ、練習を積み重ねるとねこんな感じですね。少し前まではね、少し前というかまあ本当1、2ヶ月前ぐらいですけど、それぐらいだったかな、それぐらいに動画出した時はいちごちゃんなんか車に対してね、飛びかかってましたけど、今ご覧いただいた通りですね、素通りすることができるようになりました。ちょっとそっち行ったらあなた落ちちゃうね。よし、変わりかね。はい、しっかり飼い主さんですね、リード持ってるだけじゃなくてですね、車来た時ちゃんと対応してあげることを心がけてくださいね。で、出ないとですね、ワン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 吠えてしまいます。吠えてから対応してもね遅いですね。あ、ちょっと雨降ってきたね。ね、はい、こんな感じですね。私全然力入れてませんね、全く力入れてませんね。いちごちゃんね、素通りして対応することができるようになってきました。でもちろんパッとこう動いてしまう時もねあるとは思うんですけど、その場合はね、ちゃんと対応します。はいね、はい、こういう形ですね。ある程度は全然クリアですね。はい、もうこれぐらいのレベルいけばもう普段の散歩をしていれば、あとはもう完全に慣れていきます。はい。今ちょっと動きましたので、少しリードを引きましたけど。ね、今みたいにちょっと猛スピードの見慣れないような車だと対応しないといけないかな、いちごちゃんは。ですが普段ね、まあ、車の速度がだいたい50キロか60キロぐらいのね速度の車であれば対応ができるようになりましたね。さあもう一台来たよ、大丈夫いちごちゃんね、いい、いちごいい、さあ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 、待て待て待て、さあ、ありか、さあ、さあ、さあ、ああ、りこちゃんだ、いちごちゃん。おーし、ありこ。さあ、いい子だ。ね。だから、そっち行っちゃいかんって、落ちるっちゅう。また、落ちるって。ね。落ちるよ。落ちるよ。落ちるよ。落ちちゃうよ。ね。落ちちゃうよ。はい、ということで、ございます。で、車もまたこちらから何だか来たよ。ね。はい。ね。さあ、いちごおりこ、おりこ、さあ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 、いちごちゃんおりこ、さあ対応して、さあ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 、今自転車通ったよね、ちょっと待って、さあ、あ、おりこね、はいね、お利口さんです。いやだからそっち行かないこっちが気になりますね。まあ、畑の方ですから匂いがもうすごいんでしょうね、わかるんでしょう。はいね、最後にね紹介またしておきますけども、対応方法はね、至って単純簡単です、ね、しっかり飼い主さんがまず防御しますね、車の側に立ちますね、で止まります、はい止まりますね、で、車が来たと同時にですね合図してくださいね、ほら落ち着きなさいよっていう形で合図しますね。シュッ、そう、これに座らせるのが一番いいですね。よし、はい、これを車が来るたんびに対応させますね。まだ慣れてない、できないわけですからね、できるまでやるわけです。はい、そうしていくとね、できるようにね、変わっていきますので、はい、よしよしよし、ね、はい、
んたすげえリラックスしながらあの対応してるね。ね、はい。はい、車来て、はい。さあ、リコー。ね、内側リコー。さあ、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 いちごちゃんリコー、さあ。さあ、リコーさんです。ね。こういう風にちゃんとね、できるようになったら、ご褒美あげてもいいですよね。しっかり待てることができるようになったらご褒美あげるとかね、対応していってください。ね。はい。今回はね、結果でございますね。まあ、これも十分、車に対してね、対応できるようになりましたので、よし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 。よし。さあさあ、ね。まあ、これがね、ずっとこう、散歩のたんびに練習していくと、このようにね、できるようになっていきますので、よろしくお願いしたいと思います。ね。最後に申し上げますけども、諦めるのは飼い主です。基本的に。できないじゃんって言って。はい。諦めるのは飼い主です。ワンちゃんは諦めません。ね。ちゃんとやろうとすれば、飼い主がやれば最後までちゃんと付き合ってくれます。諦めるのは飼い主。はい。よろしくお願いしたいと思います。では次回もぜひご覧になってください。バイバイ。